義経様。お慕いしています、霊夢、どうしたんだ一体。コロナのせいでどこにも行けないから平家物語を見ていたのよ。そしたら、せっかく平家をやっつけたのにお兄様の源頼朝に追い込まれ、平泉で自陣に追い込まれた義経様がおかわいそうで。確かに義経は悲劇の武将だと思う。ただ、頼朝の築いた鎌倉と、義経がかくまわれた平泉、どちらも世界遺産の暫定リストに載ったのだが、鎌倉は、1992年に、こと鎌倉の寺院、神社ほか、として、平泉は、2001年に、平泉の文化遺産、として、世界遺産の暫定リスト入りを果たした。最終的に正式に登録されたのは平泉の方だけなんだぜ。鎌倉の方は2013年世界遺産の諮問機関であるイコモスによって、世界遺産への、登録、を勧告されてしまったんだ。何よそれ、世界遺産という観点だと、義経様の大勝利じゃないの。でも、平泉って奥州藤原氏が京都をモデルにした地方都市でしょ。海外の方が好きそうな武士道が題材の鎌倉が登録されなくて平泉の方は世界遺産登録に成功しているのはどういう経緯なの。ぶっちゃけ、平泉の方も一度登録延期になって再審議の上で登録された経緯もあるんだけどな。今回は、奥州藤原氏の築いた浄土遺跡として登録された世界文化遺産、平泉仏国土、浄土、を表す建築、庭園及び考古学的遺跡群、について紹介するぜ。まずは、世界遺産として登録された5つの構成資産の紹介から。1中尊寺天台宗東北大本山で、国宝の金色堂、重要文化財の胸像などを含み、境内は国の特別史跡に指定されている。金色堂は金ピカの寺院として有名よね。趣味壇内部には清平、元平、秀平のミイラ化した遺体や安平の首が収められているわ。当時の建造物群があらかた消失した中尊寺にあって、創建当初の姿を伝える貴重な建造物よ。金色堂は現在1970年に建造されたコンクリート造りの、大井堂、のガラスケースの中にあるんだ。室町時代中期に建造されたそれ以前の旧福堂は境内の別の場所に移築され、金色堂福堂の名称で重要文化財指定されている。現在の金色堂よりちょっと坂を登ったところに旧福堂もあったわ。本当に屋根がついてるだけって感じで、よくこれで何百年も現存したわねってってしんみりするわよ。金色堂は国宝登録第1号でもあり、日本の宝の中の宝って感じなんだぜ。第1号なのは初回国宝選定時の対象の中で一番北に位置していただけだけどね。北から順番にナンバリングしていくから。でも国宝指定当時の金色堂は金箔や装飾が破損していたそうよ。当時の僧侶様たちが毎週のように上京して文部省に実訴して予算がつき、1962年から修復が始まって当時の輝きを取り戻したんだ。東北を平定した清平が戦いで失った人々の魂を導くことを願って極楽浄土を体現したのがこの金色堂と言われているぜ。マルコポーロが東方見聞録で記したジパングの黄金の宮殿とはこの中尊寺金色堂のことじゃないかという説もあるわ。2、毛辻、奥州藤原氏二代目元平が再興し、当時としては最大級の規模を誇る寺院だったんだ。当時の建造物は残っていないけど、浄土式庭園は特別名称に、境内は特別史跡に指定されている。特別史跡と特別名称、両方ともこの寺院の名称で登録されているのはすごいわね。特別史跡と特別名称の重複指定を受けている例としては、小石川後楽園、六音寺庭園、厳島、などがあるわ。歴史上の重要事件や施設があった場所としても、芸術上または鑑賞上価値としてもひときわ優れた価値があるってことね。現在残る浄土式庭園は平安時代の様式をそのまま残すもので、特に有水の遺構は平安時代の様式を伝える唯一のものなんだ。3、漢字材応援跡、これは毛辻と道路を隔ててすぐ近くにある遺跡なんだ。藤原の元平の妻によって混入された寺院の跡とされている。建物は残ってないけど、庭園が復元されて名称指定されているわ。毛辻に行くついでに見に行くといいわよ。4、無料公園跡、特別史跡に指定されている巨大な阿弥陀堂跡。吾妻鏡によれば奥州藤原氏三代目秀平が宇治の平等院鳳凰堂を模して混入したとのことで、京都に被建する北の王都を建造しようという秀平の意図の表れという説もあるんだ。これも建物は残ってないけど、土塁や礎石、池跡が残されているわ。5、金鶏山、平泉町にある標高 98.6 メートルの山で2005年に史跡に指定されている。西方極楽浄土を想起させる空間設計上も重要な位置を占めたそうなんだ。彼岸の時期に無料公園の道を庭園の中島から眺めると、道の背景で金鶏山の山頂と日没が重なるように見ることができたとされているんだ。とまあ、これらの5つの文化財の集合体として世界遺産に登録されたような感じだぜ。なるほど、義経様の遺跡とその仲間たちってことで登録されたのね。それは納得だわ。霊夢、平泉の世界遺産登録の背景には義経は関係してないんだぜ。え、てっきり義経様をかくまってくれた奥州藤原氏がスポンサーになって作った独自性のある地方都市ってことかと思ったんだけど、実際、中尊寺が藤原の清平、毛辻が二代目の元平、無料公園は三代目秀平が大きく関わっているわぞよ。それは合ってるんだ。
だぜ。あとは、漢字が多いなとは二代目の元平の妻によって建立された寺院だし、金鶏山は奥州藤原氏の都市計画において基準点を成したと推測されて、山頂の真南には毛辻境内や幹線道路と直行する道路の橋が存在してるんだ。じゃあ、奥州藤原氏が京都に影響されつつも、それと比肩しうる独自性を持つ優れた地方文化を発展させていったっていうことが評価された感じかしら。平安末期頃の地方都市が比較的当時の姿を残しているものね。建物は少ないけど、特別史跡の数は多いと思うわ。前回の琉球王国のグスクも史跡指定は多かったけど、特別史跡に指定されているものはなかったわずよ。霊夢の言った通り、当初は優れた地方文化の発展例として登録しようとしていたんだ。2001年に世界遺産の暫定リストに掲載された当初の登録名は、平泉の文化遺産、だったしな。この時の登録名も、1994年に登録済みの、古都京都の文化財、とちょっと似てるしな。ただ、2006年7月の文化審議会で世界遺産に推薦されることが決定した後、文化庁による再検討の結果、平泉浄土思想を基調とする文化的景観、と微調整されたんだ。地方都市の発展の例っていうのが、世界遺産の登録としては弱すぎるってことかしらね。流行りの文化的景観もサブタイトルに入れてみましたみたいな感じよね。おそらく登録申請前になって、その声が上がったんだろうな。そして、この時の構成資産は中尊寺、毛辻、無料公園跡、金鶏山、柳の御所遺跡、滝谷窟、以上平泉町、白鳥立遺跡、長者ヶ原廃寺跡、以上奥州市、骨寺村荘園遺跡と農村景観、一ノ関市の9県であり、登録名にもあるように、寺院群と周辺の自然環境による文化的景観としての申請だったんだ。登録基準としても、基準3は浄土思想に基づく独自の文化的伝統の優れた霊障である点に、基準4は浄土思想を体現した仏教建造物群や庭園群に、基準5は骨寺荘園遺跡周辺の農村景観が当時の絵図そのままに残されている稀有な例であることに、基準6は平泉の文化遺産が当時の浄土思想を伝えるものである点に、それぞれ適用できると日本政府は主張していたわ。しかし、2007年8月27日から29日に、イコモスの専門家ジャガス、ウィーラシンハが現地を視察したところその視察結果も踏まえて2008年5月に、登録延期を勧告したんだ。保全状況などに問題がないとされた一方で、日本側が主張した4つの基準の適用については、すべて証明が不十分であるとされ、中国や韓国との比較研究も不十分とされた。同時に、むしろ寺院などの建築様式の独自性とその影響関係を強調し、構成資産を整理した上で、基準2を適用すべきではないかとの意見も付された。確かに日本基準だとすごいレベルの史跡なのはわかるけど、世界基準としては、世界との関連性や、当時のものそのまま残されているだけっていうのが十分に評価されなかったってことね。平泉源義経を基調とする文化的景観、ではダメだったのかしら。霊夢、今回の構成要素に義経はほとんど関わってないんだぜ。しかも海外のジャッジからしてみたら、おそらく誰って感じなんだぜ。日本国内での内乱の登場人物でしょって感じだと思われるのぜ。日本政府はこの時、平泉の豊かな黄金が、黄金の国ジパング、伝説のきっかけになったとされることや、戦没者の魂を敵味方で区別をせずに浄土に導こうとした中尊寺、およびその延長線上にある平泉の造営意図が、ユネスコ憲章の精神にも通じることなどを示し、逆転での登録を目指したそうよ。でも結局、この時には、イコモスの勧告を覆すには至らず、登録延期、と決議されてしまったんだ。日本政府が推薦して登録が認められなかった物件は平泉が初めてで、暫定リスト入りを目指していた日本の他の自治体関係者からは、平泉ショック、などと呼ばれたりもしたそうよ。それはそうよね。それまで日本は百発百中で登録されてたんだから、海外では一回の申請で通らなくて、その次以降で登録されることは少なくないんだけど、日本は完璧主義だからか、事前調査で微妙っぽいと取り下げちゃったりするのよ。その取り下げた例が、冒頭の、1992年暫定リスト入り物件、こと鎌倉の寺院、神社ほか、だな。推薦書案の練り直しの中で、武家のこと、鎌倉、に名称を変えて申請しようとしてたけど、2013年世界遺産の諮問機関であるイコモスによって世界遺産への、不登録、を勧告されて、世界遺産委員会への推薦の取り下げたんだ。鎌倉が不登録の理由として、武家の都、という点はなら、京都などと差別化を図れるけど、構成資産が神社、寺院を主体とし、鎌倉幕府の政治的建造物がほとんど残っていない点などが理由とされたそうよ。って、それって平泉も同じじゃない？構成資産が寺院と史跡ばっかで、政治的な建造物がないわ。平泉はこの後、どうやって逆転勝利をしたのかしら。その逆転キーワードは、浄土、なんだぜ。登録名を、平泉仏国土、浄土、を表す建築、庭園及び考古学的遺跡群、に変更して、平泉という地は、極楽浄土を体現しようとした都市であるというストーリーで推し進めたんだ。自然環境との文化的景観は切り捨てて完全に浄土推しにしたわけね。なんだかサブタイトルが長くなったわね。仏国土、浄土、
っていうのがまた、説明的な書き方ね。でも海外の人にはこの方がわかりやすいのかしら。そして、当初構成資産に入れていた、脱穀の岩や、白鳥盾遺跡、長者が原ハイジアと、骨寺村荘園遺跡の4件を除外したんだ。登録延期になった時に、統一性のある文化的景観として説得力に欠けると指摘されていたのよね。個別に点在してるってのもあるし、骨寺荘園遺跡周辺の農村景観が当時の絵図そのままに残されているっていうのも、他の構成資産との関連性はあまりないものね。除外された資産たちは文化的景観として推薦する上で国や県が地元に打診して追加させてもらったという経緯もあって、地元の方も複雑なお気持ちだっただろうな。サッカーやるから11人集めたのに、結局フットサルになったから5人で良くなって骨寺さんは、またね、って言われたようなものよね。せっかく選手登録したのに、ベンチ入りすらできないなんて。最終的に、中村寺、毛津寺、無用光院跡、金鶏山、漢字材王院跡、柳の御所遺跡という少数精鋭の6つの構成資産で挑むことになったんだぜ。そして、2011年6月19日から29日にパリ開催された第35回世界遺産委員会で審議されて、晴れて世界遺産に登録されたんだ。暫定リスト入りから10年。長い道のりだったわね。途中、登録延期が勧告されたのに、うまくストーリーを浄土寄りにして登録できた感じね。ただ、柳の御所遺跡は、浄土思想そのものとの関連性は希薄として、登録物件からの除外されてしまったんだ。そして最終的に、冒頭で説明した5つの資産が世界遺産となったんだぜ。何よそれ、柳さんだけ仲間外れにして、まあ浄土で推してるから仕方ないんだろうけどさ。一応、除外された構成資産たちも、世界遺産への拡大登録として、登録を目指しているんだ。難しいところよね。今回登録されたものは平泉町の資産、除外された候補物件は一関市や奥州市にあるものだから、自治体の方たちとしては世界遺産入りしてほしいだろうけど、浄土文化的景観、として果たして仲間入りできるのかしら。登録名が仏国土を表すうんたらかんたらだから、ストーリーの解釈も違ってくるだろうし。ちなみに、おなじみの世界遺産登録基準としては、2、人間的価値の交流録、その他、が外には、仏教思想や庭園作りといった外来の概念が、神道を含む日本固有の習俗や自然観と結びつき、独自の建築様式の発展へと繋がった点。6、それとも結びつき、仏教が普及する過程での地域的需要の一形態の霊障となっている点としてそれぞれ評価されたんだぜ。結局、浄土思想に基づいて仏国土を体現しようとした点よね。創造的才能という点では1、建築様式という点では4も該当するかと思ったけど、よく考えたら現存する建物が中村寺金色堂しかないのよね。確かに浄土を表す庭園の遺構がメインと考えると2と、あとは何と言っても世界遺産が大好きな宗教の発展による6適用よね。なんだかんだ得意な宗教の一例というのは世界遺産登録の突破口だわ。こと鎌倉の方も、武家の建築がほぼ残ってないんだから、鎌倉新仏教の方で押すしかないのかしら。鎌倉は、当時の幕府があった頃の交通網とか切り通しとかその辺も含めて武家社会の遺構として押すのか、宗教で押していくのか、切り分けが難しいところだな。イコモスの勧告通り、このままだと京都、奈良との差別化が難しいと思う。地方の得意な発展例という点でも、平泉が登録されちゃったしね。似たようなものが登録されにくくなるから、後になればなるほど不利よ。とまあ、今回はこんな感じで平泉と、候補物件として鎌倉も少し紹介してきたんだぜ。義経様が逃げ込んだ平泉。当時は勝者だった頼朝の鎌倉。現在での世界遺産への登録という面では明暗が分かれたわね。きっと義経様が見守っていてくれたおかげで、平泉は逆転登録できたに違いないわ。平泉仏国土、浄土、を表す建築、庭園及び考古学的遺跡群という長いサブタイトルも含めて全部覚えてほしいんだぜ。骨寺村荘園遺跡たちもいつか世界遺産ファミリーに加えてあげてね。それではご視聴、ありがとうございました。